はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。本日はクラン対戦リーグからね、ちょっと何本か動画見ていきたいと思うんですけども、いや、やっぱりね、まだマッチング悪いですね。ちょっとこれ3日目なんですけどね。見てください、これ。相手真っ青、こっちは赤い家がね、3人もいらっしゃるっていう、このマッチング。で、まあ、1戦目、2戦目もそんな感じだったんですけども、とにかくね、もうなんとかしてこの格上を攻めていかなきゃいけないっていう、この辛いね、状況下において、それでもね、そこに抗ってる奴らがいるんですよ。で、ちょっとそれをね、今回見ていきたいと思うんですけども、まず1人目は、もう、ちょっと最近毎度おなじみ化してきたチャンドラーさん。相手ね、タウンホール11のカンストプラス、アルファっていう感じですかね。まあ、ギガテスラがあるだけでも結構違うと思うんですけど、ね、この戦術、クイヒーからの、ペッカボーラーって感じですね。まずはライドラでね、しっかりサイドカットをして、このクイヒーをね、ペッカボーラーにこれから合流させていこうという形ですね。で、まずここはしっかりね、クイヒーで援軍処理。やっぱりね、あのクイヒーって、ユニットのコストをね、節約する意味ではすごくいいあの戦術なので、これで相手のね、攻撃の要だったり防衛の要っていうのをなるべく折っていきたいっていうことですね。で、まあ、ちょっとフリーズでね、あのクイーンが凍らされましたけども、ここからペッカボーラー入っていきます。で、これはもう完全にボーラーを中に入れたい形ですね。まあ、多少ボーラーがこう割れることを覚悟しているのかもしれませんね、この感じでいくと。ただまあボーラーも、まあ、半分以上とか、まあ、ほとんど全部中に入ってきましたが、ちょっと誤算はね、クイヒーが合流しなかったこと。ただ、これうまいことにね、兵器の中に乗っていたジャイと、ペッカ、これがね、前線できっちりターゲットを取ってくれている後ろからボーラーがこう刺していく。これが一つのパート出来上がってますよね。で、こいつが伸びながら、さらにこっちはクイヒーがこう生きていますんで、結構ね、この部隊が最終的にこの9時方向で合流して伸びるんですよね。で、タウンホール11同士の勝負ならまだしも、やっぱね、11が12を攻めて、これ前回まで持っていけるっていうのはね、結構なことで、多分要因は2つですよね。一つはしっかりとこのクイヒーっていうね、コストをすごいあのコスパよくね、攻めていく戦術が最後までこう機能しているってことが1点。やられてないってことですね、クイヒーが。で、もう1点は、ジャイ、ペッカ、こいつらが前線でこの辺りね、ターゲットをきっちり取って後ろからボーラーが刺していくっていうね、この隊列が乱れずにしっかり整って、一気にこの中央のね、高火力帯を突破していったっていうこと、この2点がね、この前回につながった、まあ大きな要素だったんじゃないのかなっていうふうに思いますね。やっぱりね、まあ、最近チャンドラーさんのもう、なんていうんだかね、もう、すいません、いい意味でね、変態ぶりがやばいですね。もう最近前回しかちょっと見なくなってきたんじゃないかっていうぐらい。これはね、まあ、非常にこれからのね、いろんなアタックがまた楽しみですよね。はい。で、もう一個。もう一個はね、星2のアタックなんですけど、ちょっと今回は、さらにね、相手の、その陣が硬いので、なかなかね、これを全開っていうのは難しいんですが、良太郎さんのアタックです。もうほぼほぼね、タウンホール10位の終盤、ギガテスラもレベル5ですよね、これ。で、これ相手に、見ていきたいのは、クイヒーからのボーラーラッシュなんですけども、まずここがすごいんですよ。ライドラでね、きっちりこの辺をカットしながら、これ、ボマーで、実はこれなんでこんな単体で出すかっていうと、これサイドカット用なんですよね。ここで対空砲もシングル IT も届かないじゃないですか。で、ここまでしっかりボーマーで壊していって、中に入っているバルキリーに落とされた瞬間、レイジをかけて、この辺のね、防衛施設を全部破壊する。で、当然ね、破壊できてなかった、ストレージ系の施設は、ライトラとヘビドロがこう、一気に壊してくれますよね。で、これからクイヒーパートに入っていくんですけども、このクイヒーパート、これもね、面白いんですよ。きっちりと反時計回りに回していく。なんでかっていうと、ここをカットしてるですじゃないですか。なので、クイヒーがね、この辺をカットしてさえくれれば、ここから入ってきたユニットって、もう確実にこの辺向かいますよね。このね、ルート作りを、今のボマーとライドラ、ベビドラパートで、きっちりやってるんですよね。で、クイヒーでこっちにそれないようにこの辺を削っていくと。そうすると、
ここで合流したねボーラーとクイシーが今度クイシーボーラーの形を作ろうとしてますよね。ちょっとねこれものすごい火力で一気に相手のタウンホールを破壊したんで今ちょっと分かんなかったかもしれないですよね。で多分リョウタロウさんの思惑としてはこのクイシーボーラー、まあ、ここで完全に形が出来上がってますけどこれをねなるべく伸ばしてあとは破壊率をどこまで稼げるかとおそらくそういう考え方だったでしょうね。なんで呪文に関してはねもう終盤ここでこんだけボーラーが残ってるにもかかわらず呪文がないっていうのはこれはもう確実に星2を取りに行こうとしますからもう前半のねギガテスラを壊すところら辺まででもうほぼ全ての呪文を使い切ってますよね。で確実に星2を取ってあとはもう残ったユニットヒーラーがついてますんでね可能性は結構ありますからこれでもうどこまで伸ばしていけるかもうそれを、クイヒーなんだボーヒーかなこいつらに託すと、まあ、いう形ですね。まあ、とにかくねすごいこんな形で、まあ、マッチングはひどいんですけどねこの格上相手にガンガンこういい攻めをね見せてくれていますのでちょっとね、まあ、こんな感じで今回のリーグ、まあ、大苦戦が予想はされるんですけども、まあ、最後までね諦めずにやっていきたいなというふうに思います。ぜひぜひね、同じような苦境で戦ってるクラン、たくさんあるってね、なんかツイッターでも見てますんで、一緒にね、負けずに、リーグ乗り越えていければな、というふうに思いますんで、よろしくお願いいたします。というところでね、本日はこの2本の動画で終わりにしたいと思いますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして、これからも継続的なご視聴、ぜひぜひよろしくお願いします。関西クラクラクラブにもね、ぜひ遊びに来てください。はい、では本日はこの辺りで失礼します。バイバイ。